大合い経験は1998年、株式会社実意見による試験実施により、経口投与、静脈内投与、軽気道内投与、軽飛投与において安全性が確認されていますので、飲んでも吸い込んでも傷口から入っても皮膚についても安全です。この特徴は毒性がある化学農薬と大きな違いです。この安全性が確認されているために、 生物農薬として登録が可能となっています。